い、こんにちは、鈴木さとしです。今回はロック名言シリーズ第3回ジョーストラマーと題して、クラッシュのジョーストラマーの名言を紹介していきたいと思います。言わずと知れたロンドンパンクの代表的バンドの一つであるクラッシュ。クラッシュの魅力はと聞かれると、少ない言葉で到底収まるものではないですけども、あえて端的に表すとすれば、常に弱者の視点であり続けたということが言えるのではないでしょうか。パンクというと先行するピストルズのイメージが強く、一様に攻撃的で反体制的な音楽形態と捉えられがちですが、明らかにクラッシュはそのパブリックイメージとは一線を画したバンドでした。話がそれるので、これ以上バンドについて掘り下げないものの、そんなクラッシュのフロントマンであり作詞を手掛けていたジョーストラマーの言葉に迫っていきたいと思います。得てしていい歌詞を書く人は常人とは異なる深みを持った言葉を発しますが、当然ジョーもその例外ではありません。彼が心から発した言葉の数々に触れ、何かを感じ取っていただければこの上ない喜びです。では早速名言の世界へどうぞ。We'll be right back.
はい、ということでジョー・ストラマンの名言の数々を紹介してきました。おのおのいろいろと感じるメッセージもあったでしょうし、ぜひ今からクラッシュのアルバムに舌鼓を打ってみてはどうでしょうか。今後もこんな感じで音楽の話題中心にいろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。あと自分自身バンド活動もしてたりしますので、少しでも興味が湧いた方はぜひチャンネルの方など覗いてみていただけると大変嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。